吉田が高いポジションを取っている左サイドバックの長友、乾の足元入ってた。長友が中に入っていきます。そして空いたスペースを乾が使います。横遠藤、ね、選手ね、それによってこうパスを使えたり、はい、選手変えますからね、はい、これも見てみてね、なかなかチャンスですよ。キーパーの前に岡崎が立っているという状況です、まあ、この時ですよね、20番にしっかり酒井、はい、見てますからね、はい、さあ日本追加点の大きなチャンス。岡崎選手がいるところに誰かが入ってるんだろう、はい、コースのないところね、自分がね決めるんだという気持ちがね、はい、ボールにありましたよね。いいシュートでした。吉田が対応するが、スルーパスが来る。おー、しおいしいが見事な球を見せました。ナイスボール。吉野さん、はい、ショートコーナーですね。ショートコーナー打て、高尾切り返した。シュートが打てない。進藤さん、武藤ですかね、呼ばれましたか日本、ね、今武藤がベンチに出ました。そうですね、はい、気温は若干下がって26度なんですけど、湿度が上がっているんで、はい、やっぱり選手たちかなりこう辛そうですね、近くで見ると。岡崎、欲しかった欲しかった、香川が何よりも欲しかった、ゴールが生まれました。アギーレ体制、香川にとって初得点、武藤から香川、後半の37分、いいものだったね、うん、日本がヨルダンを。途中からの選手ってすごく重要ですからね、はい、香川胸で落としてキープすることができるか。ヨルダンがまだボールをキープする。柴崎が対応します。清武から柴崎、香川を使います。柴崎